こんにちは、のり太郎です。今回はコイン投資において最強かつ最重要な戦略としてひたすら待つというのがいかに大切かというお話をさせていただきたいと思います。これはコイン投資に限ったことではなく投資全般に言えることだと思います。ここで一つ質問ですが、資産運用で最も運用成績が良かった人っていうのは亡くなった人だったというお話を聞いたことがありますでしょうか。これはネット証券のフィデリティが2003年から2013年の顧客パフォーマンスを調査したところ、投資成績の良かった人の属性が1位亡くなっている人、2位運用しているのを忘れている人だったというお話なんですけど、正確には1位は亡くなっている人ではなくて運用していることを忘れている人で、そのラジオでアメリカでですねやってるパーソナリティが、亡くなっている人が1位だって言ったことが拡散されたというお話もあるんですが、真意はどうであれ、この亡くなった人だっていう話が拡散しているっていうのはですね、一番言いたいことは短期的に売買を繰り返す人よりもただただ長期的に資産を保持し続けていた人が最も投資成績が良かったということです。これはコイン投資にもそのまま当てはまることだと思います。一番利益が出ているコイン投資家っていうのはですね、間違いなく良いコインを、昔から買っていて長く保持している人ではないかと思います。その証拠に私の最近出している動画のエクストリームアンティークコイン解析の結果を見ても、10年程度保持すれば、この通りですね、しっかりと値上がりします。チェコスロバキアの1ダカット金貨 MS64 は8年前が4万円ほどだったものが現在は35万円、オーストリアのフランツヨーゼフ運上の女神100コロナ金貨っていうのは10年前は100万円、 PF63 のグレードが100万円ほどだったのが現在600万円ほどで、ハンガリーのフランツヨーゼフ10コロナ金貨 MS62 というのが、これ発行枚数が非常に、数十万枚と多いんですが、10年前は2万9000円程度だったものが現在5万6000円まで、相場が上がっています。次にイギリスのゴチッククラウンアンデシモエッジ PF63 は10年前が66万ぐらいだったものが現在は380万円ほどに上がっています。参考までに金地金価格ですねの推移を見てみましょう。1オンス、10年前は1791ドルで、現在が1987ドル、2000ドル超えたという感じですかね。なんですけど、金地金価格は途中下がったり上がったりもあって 1.1 倍ぐらいにしかなっていないということがわかります。なのでこれを見る限り金地金よりも、地金型金貨に近い、フランツヨーゼフの10コロナ金貨とかですね、そういった方が、金貨銀貨問わずコインが成績がかなり良いことがわかると思います。また株などの売買の際もそうですが、コイン投資の場合も購入にも売却にも、個人売買ではない限り手数料が発生します。なので短期的に売買を繰り返すよりも価値あるコインを買ってしっかり値上がりするまで待つというのがコイン投資では最も重要でかつ最強の投資戦術なわけです。株式などでは口座管理手数料とかですね、信託報酬など、今はネット証券などで安くなったとはいえ保持しているだけで手数料が取られますが、コイン投資の場合は貸金庫などを借りたりしない限りは保持に関する手数料はかかりません。塵も積もれば山となると言いますが、やはり手数料0円でコインを保持し続けて待つというのがいかにコイン投資で、重要なことかお分かりいただけたかと思います。なので、コ
コイン投資は安く買えた時点で価値の非常にイージーモードの投資なんですが、株や債券にも同じことが言えるんですが、そこからいかに待つことができるか、ここは実は一番簡単なようで実は一番難しいのかもしれませんね。なので、何回も繰り返しますが、5年10年待つ、これが、一番大事なことなんじゃないかなということで、今回のお話は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。いつもご覧になっていただいている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。You and me, we're meant to be